お世話になります。いつもの挨拶でした。今日もイグザムのイグラジの時間、イグザムレイディオ、レイディオ始まるよ。はい、お世話になります。イグザムの黒です。黒です。何それ、違いをつけたいなって思うんだけど、今一つだよね。違いが分かる男になりたいってこと、うん、まあそんなとこそんなことはいいんだよ、はい、前にやったと思うんだけど、うん、電車の渋谷駅の話があったと思うんだけど、渋谷事変、そうそう渋谷事変とかあったと思うんだけど、領域展開、そうそうそう、うん、まあ別にそれ関係ないんだけど、うん、これもちょっと電車に乗ってた時のちょっと話で、電車乗ってるといろんな人いるじゃん。そうだね。まあ、うん、僕ちょうど電車乗って、近い駅だったから、うん、座らずにあのドアのさ、ちょうどあのドア側に立てるとこあるじゃん、うん、両サイドに、うん、あの満員電車とかでもさ回避できる場所、うん、人の流れを、うん、あそこに立ってたのね、うん、角を取って立ってた。そしたらその俺の向かいに立ってた人が、うん、まあ俺の中で通称ハイテンションスクワット兄さんって呼んでんだけど、おハイスク、ハイスク、そうハイスク、ハイスク、そうハイスクがいて、まあめっちゃ元気なのよ、なんかおーみたいな、めっちゃ元気だなって思いながら、で俺いつも Bluetooth のイヤホンつないでいるから、うん、でもそれ越しでも聞こえるわけよ、ほーって言いながらスクワット、声出しちゃってる、そうでスクワットしてるんだよ、すげえな、そう電車内だよ、そうで元気だなって思いながら、うん、それで、まあ、普通に携帯構ってたのね、うん、そしたら、まあ、スクワットずっとしてるわけよ電車内でね、うん、もうぐん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 スクワットするわけよ上下に電車内でね、そうすごいなそうですごい動くじゃんって思ったんだけど、うん、なんか心地いいなって思い出したの俺見てて、おなんか心地がいいと思って、うん、えって思って、まあ、その人の顔は見てないけど、うん、この目線を下げてさ、うん、首から下の状態で心地いいなと思って、うん、そしたらその人のスクワットと俺が聴いてる音楽同じリズムで、うん、マジで、うん、ずっちゃずっちゃずっちゃに出してずっとスクワット合わってんの、すごいね、なんかえもうこれもうアップダウンじゃねこれって思いながら、もうそこから目が離せなくなったよね、クロ、うん、さんも参加すればよかったのにね、そう、さすがにね参加するとねちょっとダンスバトル起きちゃうから、起きちゃうから、オブザーバー大変だからまあその日のところはそう、まあ今日はここまでにしてやるよって帰ってきました。次はスクワット対決でやりましょう、スクワットバトルねスクバト、スクバトやりましょう、審判やるわ